皆さん、こんにちは。4月23日月曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦と申します。本日も与えられた御言葉を共にいただき、読み味わい、神の御言葉の喜びを共に知りたいと思います。本日私たちに与えられました御言葉は、旧約聖書イザヤ書49章1節から13節です。イザヤ書49章1節から13節。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として、矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル。私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イスラエルをあがなうその聖なる方主は、人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る。またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声をあげよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。私たちに平和を
もたらしてくださる方はどなたでしょうか。私たちの神は私たちに聖書を通してそのことを明らかにしてくださいます。今から2500年以上前、神は預言者イザヤを通してそのことをお伝えになられました。私たちに平和をもたらしてくださる方、それは平和の君と名付けられました。そしてそのことが今や具体的に語られようとしています。イザヤ書49章以降に描かれているそのような平和の君は主のしもべとして描かれています。しもべ、それは文字通り主に仕えるものです。しもべに求められているもの、それは従順です。私たちは聖書に記されたしもべという文字を見るときに、しもべにまつわるそのようなイメージを抱くものとさせられています。今私たちにそのしもべが果たすべき使命が何であるかを神はイザヤを通し、また聖書の言葉を通し私たちに知らせようとしているのです。どうぞ一節をご覧ください。一節にはこのようにあります。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。ここで私たち一人一人に対して御言葉は聞け、そして耳を傾けようとあります。それは単に何か流れてくるその音を流すように聞きなさいというものでは決してありません。私たちに語られます。注意深く聞きなさい、そして耳と心を傾けてそれに聞きなさいと述べておられるのです。それもその語る先にあるものは島々よ、また遠い国々の民よと書かれています。神がしもべを通して語られようとしているその声は全世界に広がるものであり、津々浦々、また地の果てにまで聞こえるその御声に私たち一人一人は耳と心をそば立てて聞くように促されているのです。ですから私たちに求められているもの、それは真剣にこの語りかけてくる声に耳と心をじっくりと傾けてくることです。何か大きな声がガンガンとなって、それを私たちがこの自動的にただ惰性として聞くというものではありません。それだけ私たちにとって重要なメッセージがしもべの使命というそのようなテーマを持って語られているということを私たちは知りたいのです。3節にはこのようにあります。そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。神が地の果てにまで語りかけようとしているその御声は、その行くつく先にあるのは神の栄光が物語られるということです。神の栄光が物語られるというのは、それすなわち私たちの神が神とされるということです。私たちは神を知っています。神が私たちのために何をしたかということを私たちは御言葉を通して知らされます。しかしながら私たちはそのような神を知っても、本当に自分自身の神としてこの聖書に描かれ主のしもべを送って栄光を示される神としているでしょうか。
ですから、しもべはそれゆえに苦しむのです。4節に書かれているのは、主が無駄な骨折りをして、虚しく私の力を使い果たした。これが神の言葉が語られる先の人間の世界の悲しい現実です。しかし、だからといって神の言葉が虚しく消え去られることは決してありません。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。私たちはどんなに厳しい現実の中にあっても、その現実の中で栄光を示される神様にいかに信頼を寄せることができるか。その神は私たち一人一人の名前を呼び、そして私たち一人一人を決して捨て置かれない方であることを、このイザヤの言葉は十分に確証してくださっているのです。主のしもべは母の胎内にある時から神によって覚えられてきた。そのしもべと同様に私たち一人一人も神に忘れられることなく、深い導きの中で憐れみを受け、そして愛されていることを忘れてはならないのです。そして主のしもべは6節に書かれているように、諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとすると描かれています。私たちにとってそのような地の果てにまで神の栄光を知らせるために働いた方、それは私たちの救い主であるイエス・キリストに他ならないことを、私たちは聖書を通して知らされています。その主イエスを私たちが救い主としているということは、私たちの生き方が主イエス・キリストによって変えられ、そして主イエスの行ったことに私たち一人一人が与えられた生活のすべてが生かされるように促されているのです。私たちは主の救いを受けた、それをいただいた。それは私たちの心の中に染み渡り、体へと染み渡ります。でもそれだけでは終わりません。私たちの救い主が世の光となられたように、私たちもまたその光を投影し、その光を反射するものとしてこの世の中に押し出されていくのです。苦しみ、それは主の十字架でした。しかし十字架の後に主のご復活があったことを、私たちはセットとして救いとして受け入れています。私たち一人一人がこのような約束に耳を、また心を傾けて、遠くから響いてくるその御言葉、しかしそれは私たちの命を生かすものとして、その日々を歩んでまいりたいと願います。主のしもべが私たちのために果たした救いの技は、私たちを内向きなものから外向きなものへと変える大きな力があります。私たちも救いを受けたものとして、その救いを自分の心に留めるだけではなく、その救いが私たちの心や体、また言葉を通して一人でも多くの方々に伝えるための器として用いられていることを、私たちは外向きにされるものとして受け入れ、またそのことを信じて歩むものでありたいと願います。それでは共に祈りをお捧げいたしましょう。地の果てまでも救いの御業を私たちに知らせてくださった父なる神様、あなたが
私たち一人一人のために使わせてくださった主のしもべであるイエス・キリストを十字架と復活の主としていただいたこの恵みを感謝いたします。今私たちはあなたによって変えられようとしています。そしてすでに変えられました。変えられたものとして私たちが主の教えを、また主のなさったことを喜びとし、救いの御業を述べ伝えるものとさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。